皆さんこんにちは。レクリエーション介護士の大園と申します。本日はですね、頭の体操ということで、いくつか脳トレの問題を用意いたしました。皆さんもよろしければこの問題で頭の体操をやってみてください。それでは早速問題に行きたいと思います。どうぞ。今回は穴埋め問題のひらがな編、全部で5問、制限時間は30秒ありますので、ゆっくり考えてみてください。はい、まずは例題です。この空白の部分にはかという文字が入ります。縦は魚、横はお菓子といった感じになります。はい、それでは今から本番の問題に移ります。第1問目、空白に共通して入るひらがなは何でしょう。縦のヒントはお寿司のネタにあります。横のヒントはお餅につけたりするものですね。答えはなです。縦の答えはアナゴ、横の答えはきなこです。第2問目、空白に共通して入るひらがなは何でしょう。縦のヒントは干支の動物です。横のヒントは〇〇の涙、動物が入ります。答えは図です。縦の答えがネズミ、横の答えがスズメでした。第3問目、空白に共通して入るひらがなは何でしょう。縦のヒントは筆とセットになっているものです。横は花粉に注意してください。答えはのです。縦の答えが絵の具、横の答えがヒノキです。第4問目、空白に共通して入るひらがなは何でしょう。縦のヒントはお団子に混ぜられているもの。横は増えると重たくて大変ですね。答えはもです。縦の答えがよもぎ、横の答えが荷物。第5問目、空白に共通して入るひらがなは何でしょう。縦のヒントはきれいに磨くために使われたりします。横は和服やリレーに使われたりします。
えはすです。縦の答えがやすり、横の答えはたすきでした。はい、皆さんお疲れ様でした。ひらがな編はここまでとなります。次はカタカナ編になります。全部で4問、制限時間は30秒になっております。それでは行ってみましょう。第1問目、空白に共通して入るカタカナは何でしょう。縦のヒントは家庭に1台はあるものです。横は料理を乗せたりするものですね。答えはレです。縦の答えがテレビ、横の答えがトレイでした。第2問目、空白に共通して入るカタカナは何でしょう。縦のヒントは大陸の名前として呼ばれたりします。横はAM と FM が存在します。答えは G です。縦の答えがアジア、横の答えがラジオでした。第3問目、空白に共通して入るカタカナは何でしょう。縦のヒントは夜の街に輝くもの、横は手や体を洗った後に使うものです。答えはおです。縦の答えがネオン、横の答えがタオル。第4問目、これが最後の問題になります。縦のヒントは〇〇を果たすといった使われ方をします。横は高級な生地の種類になります。答えはるです。縦の答えがノルマ、横の答えがシルクでした。はい、全問終了です。皆さんお疲れ様でした。一度体を伸ばしてリラックスしましょう。正解数ではなくて脳を働かせることが大事です。いろんな問題に挑戦して脳を活性化させましょう。それではまた別の問題でお会いしましょう。バイバーイ。